民間の非営利団体アメリカ海軍研究所は、2023年11月13日、日本最大級の軍艦が、2024年に F-35B ライトニング2戦闘機運用のため、必要な試験を受けるために、アメリカ東海岸に来航すると発表しました。アメリカが軍艦という言葉を使うのも、引っかかりますが、今回は、護衛艦加賀の F-35B 認証試験について見ていきたいと思います。加賀の改修工事後、初の長期航海となります。そのまま、F-35B を加賀艦載して寄港ということはないでしょうが、甲板に戦闘機が乗っていたら、中国への抑止効果になるという声もあるようです。USNI が言うところの日本最大級の軍艦は、海上自衛隊が世界に誇る出雲加賀護衛艦のことらしいです。2023年11月現在、2番艦加賀が飛行甲板形状をグレードアップ変更して、所要の改修後に試験航海などを実施中とのことです。2023年10月末、海上自衛艦と航空自衛艦から構成された日本側の視察団は、アメリカ東海岸、大西洋沖を巡航するイギリスの航空母艦プリンス・オブ・ウェールズに乗船、F-35B 戦闘機の運用試験を視察しているそうです。USNI では、プリンス・オブ・ウェールズが試験中の同海域で、空母化改修後の出雲・加賀護衛艦についても、F-35B 運用に関する各種試験を実施するのでは、と推測しているようです。2013年以降、日本政府と防衛省は、海上自衛隊の出雲・加賀護衛艦2隻の空母化を着々と進め、同時に垂直離着陸が可能な F-35B 戦闘機の導入も計画したそうです。現時点で、F-35B 戦闘機は42機ほどの購入予定ということで、運用するための飛行隊を航空自衛隊に新たに編成し、宮崎県新富町の新田原基地に配置することも公表しています。つまり、本決定ということですね。九州に配置するということは、南西諸島空域におけるスクランブル発進に即応できますし、台湾有事も考えていると思われます。イギリス海軍の空母プリンス・オブ・ウェールズはアメリカ東海岸での各種テスト中ですが、無人航空機による試験やアメリカ海兵隊との合同訓練も行っているので、同様のテストを出雲・加賀護衛艦でも行う可能性も指摘されているとか。スと並んで、イギリス海軍史上最大の軍艦になる予定らしく、F-35B 戦闘機36機とヘリコプター12機を搭載できる能力を備えた空母です。ポーツマス、ロサイス、バロー・イン・ファーネス、クライドという4カ所で、BAE システムズと VT グループが建造するそうです。スコットランドのロサイス造船所の1号艦ドックで最終組み立てを行う予定で、クイーン・エリザベスとプリンス・オブ・ウェールズの改修工事も行われました。プリンス・オブ・ウェールズは、2022年8月27日、アメリカ東海岸での演習航海ウエストラント22を行うため、ポーツマスを出港したのですが、出港直後に、右舷推進部の結合部や舵に損傷が発見されました。この発見によって、演習航海は中止されました。皇太子、プリンス・オブ・ウェールズ代わって、女王、クイーン・エリザベスが、9月8日に出港したのです。ウエストラント22で予定されていた、プリンス・オブ・ウェールズの F-35B の運用能力認定も、当然のことながら延期されてしまいました。この損傷について、英国放送協会 BBC は、アメリカへ演習に出発した直後に故障、足を引きずりながら帰ってきたとからかいましたが、全く笑えないジョークです。プリンス・オブ・ウェールズは、最終組み立てを行ったロサイス造船所に入居して修理を受けました。実際には、クイーン・エリザベスの部品取りにされているという悪質なフェイク情報があったので、ウォーレス国防大臣は、一時的な応急処置であると釈明する羽目になったとか。約9ヶ月の修理と能力強化のための改修を受けたプリンス・オブ・ウェールズは、2023年7月21日にレミゾし、1週間後の7月28日には、CH-47 が飛行甲板に着艦する画像まで SNS に投稿されていました。7月31日には、映画トップガンマーヴェリックに登場するゼリフをパロディ化した文章を投稿して、飛行甲板の運用を再開したことを大々的にアピールしました。
一方で、海上自衛隊の護衛艦加賀は、軽空母への改修が完了し、2023年11月17日に呉基地へ帰還しました。長期間の改修工事後、本来の基地に帰還したわけです。くしくも、旧日本海軍の空母加賀の進水日が、同日の11月17日だったので、運命的なものを感じるという声も上がったとか。アメリカ東海岸への派遣艦が空母化改修を終え、高賀になるのではないかとも噂されているようです。もしそうなら、アメリカ海兵隊やイギリス海軍の F-35B を使用して、加賀の空母としての機能をチェックする目的ではないかと見られています。出雲旧艦艇の空母化は、発着艦機能整備に加え、艦隊内の本格的な改装もまだ構想段階です。既存の F-35 キャリアを参考にして、課題の棚卸し後、2万6000トンサイズに適した空母化改修が行われる予定なので、空母としての機能を完全に備えるまでには、長い時間がかかるのは仕方ないでしょう。艦艇排水量のうち、満載排水量は、船そのものの重量だけではなく、燃料や乗員の体重、水や食料、積載貨物などを含めた総合重量になります。強襲揚陸艦の場合、運航関係乗員だけではなく、上陸作戦要員とその装備も含まれているのです。上陸作戦要員の分だけ、空母より広い居住区が必要ですし、装備には、戦車やトラックなど大型車両が含まれているので、車両庫等のスペースも確保しなければなりません。無論、上陸作戦関係の重量が増えたから、航空機の運用能力が自動的に大きくはなりません。これは重々承知しておくべきでしょう。また、加賀の空母化改修が終わったといっても、艦載機の F-35B の購入も、空自パイロットや整備員の養成も、これから始まると言ってもオーバーではありません。こういった過程が終わっても、搭載可能な F-35B はたった10機です。戦力では、中国海軍やアメリカ海軍の正規空母とは、全く比較にはなりません。最有力となる使用方法は、イギリス国海軍空母のように、アメリカ海兵隊の F-35B も一緒に派遣してもらい、洋上補給基地として使用することではないかという意見があるそうです。さて、プリンス・オブ・ウェールズです。前での通り、2023年7月21日、9ヶ月にも及ぶ改修と大幅な能力強化を受け、ロサイスのドックから出てフォース川に入り、母港ポーツマスへの帰路に着きました。その途中では、プリンス・オブ・ウェールズの公式 X において投稿がありました。7月29日、飛行甲板が使用再開されましたという内容で、ヘリコプターの CH-47 チヌークが着艦する写真と一緒に投稿されていたのです。2日後の7月31日、飛行甲板再開について、飛行士の皆さん、おはようございます。こちらはあなたの空母です。シートベルトを締め、トレーテーブルを元の位置に戻し、着陸の準備をしてください。フライトデッキは営業中ですという投稿がありました。詳しい人の推理では、映画トップガンマーヴェリックでトム・クルーズ演じるマーヴェリックが、ドッグファイトの訓練を部下たちに行うシーンのセリフをパロディ化したものということです。こういったユーモアあふれる投稿に対するコメントも良いものでした。あなたがポーツマスに到着するのを楽しみにしています。ぜひ母を連れて行きたいと思っています。ベルファスト湖の穏やかな海を訪れてみませんか。ここ北アイルランドのファンは、あなたの栄光の姿を見たいと思っていますといったものでした。イギリスという国の風土や歴史などもあるのでしょうが、好意的という感じを受けますね。今回紹介したプリンス・オブ・ウェールズと出雲護衛艦が台湾有事が起きた際には大活躍するだろうと期待する声もあるようです。今回の動画では、日本の出雲型護衛艦加賀が F-35B ライトニング2戦闘機の認証試験のため、2024年にアメリカ東海岸に来航するという興味深いニュースに焦点を当てました。この試験航海は、加賀の改修後の初長期航海であり、日本の防衛能力と国際的な安全保障への寄与を象徴しています。さらに、
この取り組みは、地域の安定と平和維持に向けた日本の積極的な役割を示しており、台湾有事などの緊急事態に迅速に対応できる体制が整うことを意味します。皆さんの意見や感想も、ぜひコメントで教えてください。次回の動画もお楽しみに。